朝一から食べるデブ飯っていうのを作ってもらおうと思います。はい、じゃああやさんのカロリーいきます。あーでもその日よろしくね。今日は。はい。おはようございます。おはようございます。実は現在の時間、朝でございます。はい。今日二人にやってもらいたいのは、朝一から食べるデブ飯っていうのを作ってもらおうと思います。はい。食パンの上に思い思いの食材を乗せて食べてもらいます。はい。それ朝食になりますからね。はい。はい、じゃあ頑張って作ってもらいましょう。はい。レッツトライ。はやのデブ飯お願いします。はい、1個目がこちら、チーズー。チーズが乗りました。その上に目玉焼きが乗ります。はい、の次に最後にケチャップ。はい、はい、終わります。あんまりデブじゃないね。はい、はい、かのさんにも用意してます。はい、じゃあこれを焼きます。まず塗りますのはお好みソース、おたふくソースってやつですね。はい、次に塗りますのはマヨネーズでございます。このマヨネーズとソースの塗り加減でデブ度がアップします。ここに塗るのが目玉焼き。ただこれだけじゃないんです。はい、天かす。おっと、大量に乗っております。まだまだ。今回のために新しく奮発して買いました。うわぁ、これでいいんですか。はい、これを焼きます。焼きます。はい、終わりました。終わりました。はやの投入されました。はい、あやさんのパン乗りました。焼きます。はい、できました。じゃあ、あやさんから抜きましょう。うわぁ、焦げてる。持っといてあげるで。今落ちるか。なんか落ちた気がします。欲張ってませんじゃなかった。いつもこのぐらいの外で。はい、次はやん。あやさんの焼き上がりでございます。美味しい焦げ目がついております。次、はやの。うん、美味しそう。どうぞ。いただきます。これ後でママがカロリー計算しとくでね。姉ちゃんめちゃくちゃ重そう。どうぞ。おほい、姉ちゃん食べへんの。ラジャ、ニーニーたち食べとるよ。食べてる、すごい食べてる。うん、すごい食べてるね。かわいい、うまい。覚えかわいい。そうだった、そうだった、そうだった。ちょっと待って、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 ね、慣れてんの。パンはね、基本的にね、ちょっと耳から食べる。これも明らかなカロリー差がわかるよね。うん、僕
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい。ちょっとお待ちください、そのまま。そこでカロリー計算してるおばさんがある。カロリーが出ました。はい。あやさん、この後バナナ食べるって言っとったよね。これを聞いてから決めてください。まず、どちらがカロリー低いと思いますか？ハヤの方。じゃあ、ハヤの方からいきます。ハヤのカロリー、272。低い方向。じゃあ、あやさんのカロリーいきます。321。あー、でもすごい。ちなみに、添加数を追加していくと、じゃんじゃん増えていきます。添加数が。今ちょっと少なめに書いてあります。バナナ、食べれる部分が 100g として計算した場合に86カロリーぐらいらしい。高くない？まあ栄養価が高いのでね。デブ飯といっても結局あなたたちが食べたのってご飯が普段 150g で252なのでご飯1杯分とちょっとです。うわ。なんですが、でも毎日これ食べるときは食後に食べてるよね。そう、それそれそれ。あのご飯食べて食後にこれを食べて、さらにあの飲むヨーグルト、乳酸菌飲料飲んでるので、まあ、普通に考えて250プラス今のあやさんだったら300やね、プラス1本ヤクルト分のカロリーを食べるので、あやさんで言うと600近く食べることになります、朝だけで。うん、でもそれでもお腹すくるね。そう言ってたのこの間。それでも何3時間目、2、3時間目にお腹すいたって言ってやってるそうです。はやもねこれ常にね、ご飯食べた後にこれ食べてるからね。うん、恐ろしいデブ飯です。やったー、視聴者さんドン引きです。はい、まあでも結構美味しい食べ方なので、皆さんもぜひ食べてください。カロリーには気をつけよう。ね、あの冬は貯蓄されてくんで。なんでこっちのとこや。最後どうぞ。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。あやさん、終了しました。はい。あやさん終了のお知らせ。やめて。なんかちょっと意味合い変わってくるんですけど。実はあやさんも動画中にも何回か言ったことあるんですけど、こういうご報告ってしてなかったのでしたいと思います。はい、あやさんね、小学校入る時からすごい食べよう、食べて、子豚が2匹トントン、やめろ、デブ足が死んだね、2匹トントントン、ちょっとやめてよ。